Thank you.
Thank you.
はい、テスト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 、バッチリです。テステス。声だけ入ります。声だけ入ります。なんか動画を見てる人いるなとは着物の。できる限り協力できる。少し昼間が開くようになって昼間。ああ、何時ですか。あ、もう過ぎちゃってましたね。あ、何時からって言ってないんですよね、今日。そういえば動画配信、はい、言ってないんで大丈夫でした。よいしょ。でははい、です。それでは、すいません それでは駅本通り商店会さんの配信、今日はうちのスタジオからやってやしていただきたいと思います。今日の司会はソタさんにお願いしたいなと思っております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。始まってるんです。はい、始まってます。はい皆さんこんにちは。ミスターアガサのソタでございます。司会ですね。ちょっとしんどい。今日のゲストの長井さんのご紹介をぜひ、はい。この間信号待ちしてる直井さんから車から挨拶されまして、それで今日に至るはい、じゃあ直井さんの自己紹介いただいて、はい、じゃあ今日はゲストといいますか、うちの商店街の、エースに来ていただいております。じゃあ自己紹介の、はい、よろしくお願いします。はい、こんにちは。松江市寺町で、ダイニングバーサイン酒場を経営しております直井と申します。よろしくお願いします。で、
まあ、松江と出雲のお店と今2店舗ありまして、まあ、ちょっと出雲に今割り気になっているので最近ちょっと松江の方にはご無沙汰なんですが、少しだんだん松江の方にも来れるようになりつつあるので、まあ、これからあの商店会の皆さんと一緒に頑張っていけたらなと思っております。僕もあのお店あのまあこの本通りに出したんですけれども、そのちょうど1年ぐらい前にまあなんか個室のちょっと隠れ家チックなあのお店ができたなと思ってまして、まあ自分の店っていうのはほんの小さいお店ですけど、まあそこ結構まあ大きな店で、まあ、あの交差点に近いところに出店された店があるなと思って、まあ、ちょっと自分としてはちょっとレベルが一つ上のお店だったんで、まあ、そこまで意識はしてなかったんですけど、まあこの交差本通りにがどんどんまあ飲食店がちょっとずつ増えてるような時期で、とてもいいなと思って見てまして、で僕がその、まあ、西郡会長にこういう商店会があるから曽田君もやってみないかって言われて、まあ新参者だったんで、まあ、できる限り地域に貢献したいっていうことで商店会に入った時に直井さんと出会いまして、まあ、自分はとても適当な生き方してるんですが、しっかりとスーツを着られてるような感じでお会いしましてあ、この人がその三井酒場の経営者なんだなと思って、まあ、それが出会いですけれども、まあ、自分の場合はそうですね、まあ、たまたま一軒家の物件が空いてて、まあ、自分とちょうどいいサイズ、まあ、一人か二人でできそうなお店で、まあ、本通りの方の物件見つけたんですけれども、まあ、サイン酒場の直井さんがこの駅本通りに出店するに至ったあの経緯というんですか、そちらをぜひ教えていただきたいなと。はい、もうずいぶん前になりますよ ね。そうですね、もう9年、9年、僕も8年、9年目なんで、そうですね、あっという間、だから10年目なんだよね、そうです、あとか、10年目に入りました、10年目ですよね、10年目ですか、はい、ちょうど節目になりますよね、そうですね、節目の年がかなり厳しい年ですけど、本当に、はい、でそもそも駅本堂、今の場所に借りたというのが、まあ、伊勢宮の繁華街の中はちょっと避けたいなっていう思いがあって、そこが近く、ちょっと外れたところで出入りしやすいっていうんですかね、女性の方でも出入りしやすいような場所っていうのをすごく探してまして、で繁華街の中心部は避けて、その周りのテナントを探している時に、たまたま発見しまして、ネットで発見をして、もうここだとすぐに飛びつきました。それでもともとその前お世話になってた会社も入って4年半で辞めたんですけども、まあ3年ぐらいで辞めるっていう話で雇っていただいてましたので、でもう決まった瞬間にもう動きました。ただなかなか後継者が育成できてなかったので、半年退社が延ばされまして、半年間はその後継者の育成に力を入れて、しっかりあと任せられる人材ができたので、それで満を持して、2012年の1月ですねにオープンしました、はい、で、まあ、これもまあご縁だと思うんですが、うん、その私が今借りているテナントの大家さんが現在の駅本通り商店会の会長さんということで、そのご縁で店を出したと同時に商店会の方も入会させていただいて、ずっとやっております。で、まあ、松江にいるうちはですね、こまめに顔を出していろんな活動にも参加して、できる限りのことはやってたんですが、どうしても2店舗を持ってことで、なかなか松江の方にいられなくなることが多くなって、まあ、最近ちょっとご無沙汰してたんですけども、まあ、ようやく出雲の方も昼間の時間はなんとか空きそうな感じになってきたので、まあ、これからはせっかく GoTo 商店会っていう活動を3地区報道で頑張ろうとしているところなので、まあ、
私もまあできる限り微力ですけれども、あのできたらなというふうに思っております。はい、はい、そうですね、あの2012年の1月だから僕は10月の末なんで、ちょうどまあ10ヶ月ぐらいの間があって、まあほぼ同じ時期に出店したというような感じでした、ね。あそこはもともとなんかあれレコード屋じゃなくて、そうですレコード屋さんです。あそこがあの辞めて半年ぐらいなんか空き店舗みたいな状況になってましたっけ。で2階でベンリーさんをやっておられて、あでベンリーさん移転されるってことは完全に1階1階2階空いたので、うん、いや僕ももう必死こいてお店探してたんで、まあよく覚えてるんですけど、あでも俺1月はまだ仕事してたな、確かだからそんな余裕なかった僕もあのお店前働いてたお世話になったお店辞めるのに、まあ、やっぱりその、まあ、最低3あの辞めるって言ってから3ヶ月はあの、まあ、後継者ってわけじゃないけどそんなね、あの辞めるって言ってじゃあ明日いなくなりますっていうことはできないですからね、まあ人事みたいなのが多少あります。だから、そっかそっか、僕は 6月ぐらいから探してた。だから、あそこがまあ飲食店になるんだっていうのはちょっと割と衝撃的に見てましたね。やっぱり大変でした。そう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 。やっぱりあのあっちのエリアってあの通りってそうですね。なんか飲食って感じがまだなかったですね。あの当時は。まだあのサノーカフェもできてないですもんね。全然です。あそこから2、3年ぐらい後じゃないですか。そうですね。2年ぐらい後。あそこもだって金あの市場でしたもんね。そうですそうです。それこそ金子堂さんが。金子堂さん。そうそうそうですね。で原田さんとか、うん、そこら辺。どちらかというとこうなんか寂しい感を出してましたもんね。あの辺は。うん、であのボートピアの下も結構空き店舗が増えてるような感じでですね。あお店ありましたよね。どん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 ラーメン屋さんとか。そうですよね。さらしなさんの後、はい、みたいな、うん。ただあの稲ちゃんだけは頑張ってましたね。GB カフェはね、あれですブルーで、はい、あそこだけなんか元気な感じで、まあまあ元気な人がいるなと思って、まあ稲垣さんともいつか会いたいなと。思ってる、まあ、自分がそのお店出すっていうところで、だから従業員から経営者に変わっていくっていうところで、まあ輝いて見えてたんで皆さん、まあ直井さんも当然、まあ、年下だとはちょっと想像してなかったですけど、まあ、まあ地元の人がやってればいいなと思ってましたけどね。あのチェーン店とかだったらねやっぱり嫌じゃないですか。うんであれですよ、なんか錦織さんがなんかうちの商店街に、まあ、素敵な店ができたと Facebook にそれでなかなか予約が取れないっていう店ができてるっていうふうに見てたんで、うん、ずっとあれですいっぱいでしたもんね。スタートは順調でしたね。そうですね、なかなか本当予約僕も予約取れなかったですね。そうですね、本当にいっぱいでしたもんね。3、4年ぐらいはそういう状態が続いてました、ね、あでちょうど2年経って従業員が増えてきて、それでその人たちの活躍する場を作ろうと思って出雲に出店したんですけど、そしたら出店が決まって進んでいくうちにその任せようと思った人たちがみんな次々と辞めていってしまって一気に店作るのはいいけど人が足りなくなってきたっていう状況なんとになってしまう、まあ、皮肉なことになってしまったんですけど、まああのまあ、自分の夢を追いかけたりとかでやってたので、まあ、そこも反対できないなと。でそれで、まあ、そこからですね、あの行ったり来たりのことが続いたので、なかなか力が分散してしまったようなところに出てきてしまったので、まあ、自分も従業員時代は、やっぱりそのオーナーさんが、2店舗目出して、それで、まあ、その店行ったり来たり、まあ、従業員側ですけどね、やっぱり。どん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 ほころびていくのを見て、まあのまあ、東京の話ですけどね、そのだから、まあ、本店チックなところに僕店長でいたんですけど、あのそこが倒れたらもうどん
どうしようもないです、トタッチ頑張ってくれって言ってで、お店任せられて、で、まあ、オーナーさんは、まあ、浅草にお店出したんですけど、浅草の方に付きっきりになっちゃって、で、あの東京の六本木の店はもう自分の好き放題にどん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 なっていくという、まあ、従業員側からの、なんかあの、そっちとまあ経営者側からのあれが、なんとなく僕は雇われてる時に経験があるんで、まあ、なんか想像がつきますし、まあ、従業員同士でも結構対立するから。なんかやっぱ大変ですよね、飲食店。技術はでき、ね、技術は覚えたら、やっぱどうしても自分でお店やるっていうのは、どうしても最終的な夢だから、止めることもなんかできないし。人間関係が、ね、一番大変ですね。どうしてもあの30代はまさにその戦火の中にいました。まあ、だから、まあ、自分でお店やるとしたら、まあ、1人か2人の店。で東京のオーナーもそっちの方が絶対いいよっつって言ってたんで、そのまあ2人でやれば全然儲かるよっていうようなことを、まあ現実は違うんですけどね、うん、だからまあそうですよね、人間関係であれが一番きついんで、はい、いいですね、本当にそこは大変です。今アルバイトさんって結構集まるもんですか？アルバイトさんは集まんないですね。ああそうですか。で集まるのは仕込みスタッフ。ああ仕込みだけっていうことですか。はい、それで昼間僕は来るようになってきたんですよ。あ仕込みの入れる子が何人か入ってきたので、 あまりそのホールやったりとか夜の料理でっていう子は減ってきたっていうことですか。そうですね。なんか昔学生のバイトっていうともうね、飲食が一番、うん、まあ、楽なイメージ、まかないも食べれますし、まあお酒も、まあ、飲んじゃいけませんけど、まあ二十歳超えればまあね、あれですけど、だって大体屋内だからね、守られて、いつだってジュースでもね、水でも飲めるし、なんかドカタチックなことを仕事してると、もうなかなかその飯も食えないし、汚いし、コーヒー飲みたいけど飲めねえみたいな。あだから飲食店でアルバイト始めた時に、まあ、28ぐらいにしたけど、もう天国みたいでしたね。でもだから今の若い人がね、本当にあんまり飲食で働かないっていう感じなんですかね。それかまあちょっと街中に出てきづらいとか、街中に出てこない。松江の場合は街中に橋を渡って、あやっぱりそうですか、フィールドに抵抗がある子みたいですね。あ、うん、島大生さんとか、はいはい、あそういうことですね。やっぱりどうしてもその行動範囲がものすごく昔に比べて狭くて、あもう学園のあたりだけ、はい、ですよね。まああの名古屋さんがまあ商店街で話し、まあ、西堀さんとかと一緒に話して、なんかまあ助成金事業なんかできないかな、イルミネーションとかなんか取れないかなみたいなことをちょっと試行錯誤した時ありましたよね、はい、でその後名古屋さんが結局、いやそんなことよりもなんかまずその身近な清掃活動とかそっちが大切なんじゃないですかみたいなことをおっしゃられて、あまあ そうですね、それでだから、まあ、美化活動っていうのが始まって、だから雑草の生えた花壇を直しさんが耕し始めたのを見て俺とてもついていけないなと思って、まあでも志はいいことなんで、まあ、できる限り協力してたんですけど、まあ、今ちょっと曽田さんに任せっきりしてるんじゃ今や曽田さんがいつもやってるね、曽田さんリーダーだったから。いやあれすごいなって僕逆に思って、ね、やられ始めた時に、はい、あれ2014年ですよね。あもうそんなになります、はい、あなんかすごいいいなって とにかくもう通ると 見かけるじゃないですか、直江さんがやったりいろいろ人がやって、そうですね、ひたすら耕してますですよね草引っこ抜いて、いや素晴らしいなと思って、いや俺も本当この人どんな人なんだろう本当についていけないと思ってうん、でも今一番ついていってますもん ね, ところ ねもう担当になってますもんね、もう任せっきりのちゃってるんで、いやそのだからその時島田園芸部とあれどう名古屋さんが呼んだんですか。あれは西郡さんがその部長の伊藤君と多分知り合いで、それこういう子たちがいるんだよって言って紹介してもらって一緒にやるようになったんですね。そうですねだから直井さんのところに全部その、道具があって土とかスコップとか、
そういうのを全部あの島田園芸部が再酒場に集合して、そこから散っていくんだけど、そのだから最初の伊藤君とその副会長の女の子は結局あ、まあ伊藤君が姫路の子で、その女性が広島の子だったんですけど、なんかその僕もその島大生と会えるチャンスっていうのはそこが初めてだったんで、うん、まあ、なんとか仲良くなりたいなと。で もちろん仲良くなる先っていうのはそのアルバイトしてほしいってあって下心があって、もちろん下心があって、それでまあいろいろ話、直井さんのところでね、そのだから懇親会とかやって、うん、なんか直井さんが一人で鍋とか全部用意して20人前ぐらいのありましたね。その時だけなんか島大生にバーッと集まってきてそう、お前一回も来てないじゃないかみたいなやつがやたらいましたね。いただいて、まあその時にまあ話をしたら、なんかそのまあ伊藤君と、まあ、どういうとこ就職したいのって言ったら、いや島根県庁に就職しようと思ってるって、嘘でしょとか思って、で結局2人は就職 したんですよ。で、伊藤君は出雲の店も 2,3 回使ってくれてます。でテイクアウトやった時もテイクアウトわざったですよね。で彼女の方が出雲にいるんで、あそれでもう結婚してもう多分まだしてないと思う。まだしてない、まあそれはいいんですけどただそのそういうまあ島大生だからそういう発想になるのかわかんないけど、だから地方に目向けてるっていうのもちょっとびっくりして、自分らの時なんかね都会にしか目がいなかったんで、だからそれがすごい新鮮で、で大体そのあの年で美化活動なんかするってなんかそんなありえないじゃん、自分の世代だったり卵拾ったりとかまあ園芸同好会でしたからね、まあまあ、ちょっとやっぱ自分たちのそういうなんていうかなお披露目の場じゃないですけどが欲しいみたいなことで、せいぜいあの大学の校内の畑で何か作ったりとかだけだったので、自分たちがやってる形っていうのができるといいなっていう、ね、あ結局外でね見れるっていうのはすごいですよね。地方志向で取材受けて、ね、それなりに新聞のそうですね、で何かあれですよね、あのライオンズクラブか何かで表彰されたんでした、何か、あのそうなんですか、とてもいい例だって言って、そのへみんなの前で実はこういうことをしてるっつっても、何かもう目から鱗みたいな年配の人たちが全然知らなかった、ただそれでも卒業したらまあまあでもまあ直井さんと呼びたいとかされてるんですけど、伊藤コーチはロータリーで僕のところに呼んだんだ、ロータリー、 ロータリーで表彰だったんですか、だと思います、ロータリーですね、僕も辞めちゃったけど、直井さんがまだおられる頃いる時にですか、へえ、その今もう世代がその3つか4つぐらい下の、今の会長多分4つ下だと思うんですけど、今なんか1人か2人、あメンバーはいるんだけど実際参加するのは1人か2人かみたいなんですけど、その1つ前の世代と俺結構仲良くなっちゃって、あですよね、塩見くんっていう代が、多分伊藤くんがいて、その次金重くんじゃなくて何でしたっけ、その1つ、うん、声が全然ね、うん、聞こえないよみたいな人がいましたね、おとなしい、その次が塩見だと思うんですけど、塩見の代と結構仲良くなって、それでまあ今一人うちでアルバイトしてくれるやつがうーん下心を叶いましたねもう甘やかして甘やかしてみたいな、でも学生さんとこうつながるっていう場がなかなか本当ないですね、そういうのがずっとあると楽しかったですよ、サークルとか部活ってこう継続していくんで、次の代次の代ってうまくいきますもんね、うん、でちょうどその時はその仕事チャレンジっていう、あはい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 、障害を持ったお子さんたちの社会体験みたいな、はいはいはい、同時進行するので、高橋さん、そうです、そういう高橋さんと、いやそれが全部シンクロしてってるんで、いや本当に、うん、サインサカーの社長さんってすごいな、いや本当僕そう思いました、あれがでも本当島田、はい、本当シンクロしてる時ありましたもんね、そうですね、段階すごいいい感じでしたね、だから、まあ、うちの本通りとしてもまあ寂しい、まあ、道路にしか見えない商店街なんですけど、その時はあこういう姿でなんか美しい姿でしたよね、なんか、うん、本当になんかこん
な時代になるとはちょっと俺も思ってなかったけど、ただやっぱり、まあ、清い感じでした。あの、いい思い出になって早く、もう早くもう直江さん早く帰ってきたすいません、もうすぐ、もうすぐ、もうすぐ理科活動は置いといて、あの商店会も今もうほとんどあの壊滅状態そんなん言わないでください、もうほとんどあっちの、ビルで働いてる方たちは、まあ、介護面もいらっしゃらないし、あ、まあ、大体自分の仕切りが悪いっていうのはそれは、いや、一番それなんか、でもこういうなんか GoTo も一つの機会でまた ね、会員さんも入って一緒になってやっていければ、はい、まあ、天神町も似たようなもんですからね。だから この3つの合同っていうのがなんか一つのきっかけになるかなって思って、ね、そう、はい、本当そうだと思います。一つの商店街だけでやってもきっとうまくいかないことの方が多いだろうなって、ですね。でそこの輪がもうちょっと広がっていった中での連携でしていくと、あのいい感じになるかなと、うん、それぞれの商店街なんか強みを持った方が多分いらっしゃるので、そうです。多分うちの商店街ではこんなことはまだできないので、いや、もうこれ本当に立町のエイヤさんがスタートでこういう配信も ね、ここまでできるようになったので、はい、でこういうつながりで広がっていってっていうのはすごくいいことかなですね。で結局、まあ、今このコロナっていう状況で多分どこのお店さんも非常に苦しい状況のところが多いと思うので、ましてそうするとお互い協力して手を取り合って共存共栄っていう形を目指していくっていうことが、あの大切なのかなとは。うん、そうです。早く早く帰ってきた。もうすぐちょっとちょこちょこ出れると思う。結局商店会の活動に力入れてたのもそういうところを目指したかったんですよね。まあ一人の力ではどうしようもないので、みんなで力を合わせてっていうところ。なかなかそうは言っても。それと事情があるので、まあ、難しいところがありましたけど、今回またこうやってね、また新たなものが立ち上がって信号待ちで声かけていただいてでまたこういう場で、ね、まあ、YouTube の撮影をさせていただくっていうのもまたこれも縁なんですね。信号待ちっていうのは今日聞いてびっくりしました。曽田さんが名前さんに電話でもしてだと思ってましたから、いや本当信号待ちの外なんだと思っておーって手を振った瞬間に今度 YouTube の撮影があるんですけどです、ね、だいたい松江なんで車で判断するんで、あのホンダの車が走ってきたら直江さんじゃないかってだいたい見るんでまあ向こうから今回は直江さんの方からそれがホンダの CRV ですね。V 見てたら、直江さんかなと思ったら、なるほどって言われて。しかも、あの車あんま走ってないですからね。だから余計に分かるかもしれない。いやいや、本当に良かったです。まあ、大体締め切り間際になると、そうやってちゃんと会えたりとかして。いや、まあ本当。でも本当コロナ大変ですよね、やっぱ飲食。まあ、駅本さんは飲食のお店がやっぱ多いので、はい、逆にそういうお話が多いとは思うんですけど、はい、で、そうですね、第1波が来て、開けて、10月ぐらいまでは、徐々に良くなってたんですよ。ああ、やっぱりそうですか。非常に僕のプラン通りに回復していって、右肩上がり。それで、11月。で、第2波が来た時にも学校あだ非常に僕も本当に思った通りに回復してたので、それが台無しになりました、ね、一番の稼ぎ時がごそっといきましたもんね。そうなんですよ。だからそこである程度本当になるぐらいまで行って12月で回復させてって思ったところは全部通じて、年明けで店開けた途端にキャンセルの電話の鳴りっぱなしだったんで、ほとんどの予約がキャンセルでしたね。そうですか。4日から始めたんですよ。あ、5日からか。5日の日にも電話かかってくるなりキャンセルで、今壊滅状態になりました。年明けもう新年会はもう全然という感じですよね。新年会ないです。ない。もう個人のお客さんだけです。あ、で、まあ、そうですよね。
まあ、そうは言ってもね、あの何かしら手を考えないといけないので、うん、まあ、松江のお店は、まあ、ちょっとテイクアウト、まあ、デリバリーはまだ検討中ですけど、まあ、こちらでデリバリーの話もあったので、そこも含めてちょっと強化していこうかなとは、うん、なんとかして生き残っていかないといけないので、やっぱ街に人が出てこない分だけ出向かないとみたいな世界になりますもんね。そうですね。だからまあデリバリーは必要かなっていうところで、うん、ね、荒木さんの方から配達の話もあったので、いや本当そうだなと思って、まあ、うまいこと使えるんじゃないかな、うん、でそれがね、あのもしかして成功事例のようになっちゃった日には、ね、またいろいろメディアでも取り上げてもらえる。いや、もうまさに本当そうすると内側としても宣伝にもなる。そうですね、まあ、それほどさっきのあの学生さんとつながりたいっていうのも一つあるんですよね、やっぱり。あ、学生さんを使ってこう配達してもらえればこう代々つながっていくの で、 そ、 うです、ね、それがやっぱり一番、まあ、商店街というか地域として学生さんがつながっていくっていうのは絶対大事かなっていう。あ、学生さんってやっぱり毎年島田に 何千人ですよね、1000人ぐらい入ってくるんですか。そうですよね、そのぐらい嫌ですよね。毎年1000人新しい人が入ってくるってすごい話ですから、その方々のうちのもう 10% でいいんで、こう地域に関わってもらえればすごい新陳代謝がいいのかなっていう。やっぱあの商店街もこう面白さを発信して、そうです、ね、若者の心をつかむような。そうですね。でこの間展示市の時にあの警備してた彼があのベロタクシーえらい気に入って、ですよね、でアルバイトしたいって。ベロタクシーまあ、本当に魅力があると思いますね。だからさっきもちらっとあの直江さんとも話して、そのウーバーのドライバーも割と学生さんやりたいっていう思ってる、ね、うん、方もおられるでしょうし、なんかやりたいなとかワクワクするようなことがあれば、なんかずっとつながっていく、うん、ね、商店街立ち上げてくれたっていうことはすごく助かります、ね、いやもう個人でやろうと思ってたけど、どうしよう、どうやってやったらいいんだろうと、なかなかね、しんどいですね、個人で。まあ、商店街の立場だとこうそもそもがこう皆さん会員さんのためにってできるので、こうやり方から楽ちんなったところありますよ。補助金も取ってきやすいし、そうですね、こう一企業の営利のためにっていうとなかなか難しいところもあるのかもしれないですけど、皆さんにこう使ってもらうっていうのは、まあこの放送なんかもまさにそうなんですよね。あの別に機材わざわざ買われなくても今ありますよと全然使ってくださいっていう感じで続いていけば本当に一番よくて、でいろんな発信が皆さんができれば一番いいと思いますし、そうですよね、本当、うん、これを機にうまいこと、いやいや本当にこれから、直美さんのところだ、直美さんのところはね、うなぎ結構美味しい弁当がたくさんあると思うので、いや外側のところも、いや僕はちょっとやらなくていいんですか、あのオードブルはやってもいいですよ、ね、いや僕も最初の第一波の時はあのランチやったんですけど、あれはハッタリでした。基本で言っても基本ランチってこうどうなんですか、こう限界があるじゃないですか、やっぱり限界がありますね。ですよね、福江を、まあ、お昼から3000円食べる人なかなかいないんで、はい、やっぱり儲かんないですですよね。昔言われてたらやっぱり広告宣伝費だって言ってやられてるところほとんどですよね。ああですよね、夜のためにっていうところでね、はい、福江ってその夜に人が来てもらえなくなると結局そうですね。で結局あれも夜には繋がらないんですよ。あ、客層が全く違うので。あ、やっぱりそうですか、はい、松江のエリアだとそういうランチで賑わってるところは女性である程度年齢のいった方が多いので、そういう方たちは夜飲みに出てられないので、そうですよね、客層が違うので、あの広告宣伝じゃなくて、あと別物と思ってたので。なるほど、はい、だからこれから、まあ、お弁当っていうのもどこまで取られるので、パーティーセットみたいな、そういうイメージで、なんかお誕生日のお祝いとか、うんうん、結婚のお祝いとか、そういうので、ね、あったようなお料理ですね。今ちょっとチーズフォンデュを研究してますよ。いいですね。で野菜も地元産とかの有機野菜とか、はい、そうかそれを使って、でチーズフォンデュをテイクアウトする、うん、あの串的なものを用意して、それでフォンデュのこれを鍋に入れて温めてください。そのやり方が今難しいんですけど、あ
ポットも販売してしまうか、アルミの鍋でやる、うん、まあ、なんかしらそのお祝い事だったりとかパーティーって絶対あるので、ただ出てくる回数はこれから多分しばらくは圧倒的に出てくるので、ただ家の中で本格的にできるっていう、あと今ステーキを売ってるんですよ。へー、うちはスチームコンベクションオーブンがあるので、あの低温調理っていうのができるんですよ。あ、なので50何度ぐらいで真空にして50何度ぐらい、1時間ぐらい低温で加熱すると火は通る。あ、家に出たら焼き目つけて、あ、もう家では焼き目だけつければ美味しく食べれるという、はい、火も入りすぎてないっていう感じ。そうです、今その研究もしてまして、いや素晴らしい、さすがですね。その家で本格的に食べられるっていうところで、なんかオードブルっていうとなんか僕ピンとこないのと、あと基本的に品数が多すぎるなと思ったんですよね。ああ、うちもやってたオードブルは10品あったのかな。で品数は多いけど一個一個のポーションが少ないので、みんなで食べるってなるとかえってこれ食べづらいんだなっていうことをふと思って、簡単にそったら3、4品ぐらいでもうちょっと一個一個のボリュームをつけたり、家でパーティーすることを考えたときに10品も出てこないよ、ね、せいぜいまあ4つとか3つとか1つとかで。確かに、なんかイメージで言うとオードブルってまああの用意する側も楽なので、こうポンと置いてあって好きで、はい、でそれよりも実はなんか僕ら飲みに行ったとか5人とか3人とか飲みに行ったときに、はい、当然一皿ずつオーダーするじゃないですか、はい、コースでお願いしてなければ。そうするとそれが例えばまあ5品ぐらいまでですよね、です飲んでる、はい、そうすると5品が5皿あればなんとなくそのテイクアウトでもそうですいいのかなっていう、はい、確かにですよね。だそういうのの需要っていうのはあるのか、うん、ありますね。まあ、そのやっぱあったかいっていうのが僕はオードブル嫌いなんですが、やっぱり冷たいものを提供する、ね、うちもうあったかさが全てなんで、まあそうなんですけど、いいですね、あのチーズいかに簡単に一流のものを食べれるかみたいな、そうですいい、そうです。あとうちだと真空調理ができるので、もう調理したものを真空して冷凍かけてしまったものを今も売ってはいるんですけど、なかなか認知がいる。あ、身内なんかだとすごいよく使ってくれるんですけど、それをうまいこと宣伝すればもうちょっと役立つか。そうですね、今もう需要がすごくありますもんね、そこと。そうですね、まあ共働きの方とか、そういう方たち勝手がいいようにと思って、まあ、ちょっと宣伝の仕方が下手くそだったので、うん、そこら辺も見直してやっていけるといいかなとは思ってますね。なんか全然話は飛んじゃうんですけど、駅本さんあえて飲食のお店が、まあ、たくさんあるじゃないですか、はい、今お付き合いさせてもらってる方々も含めて、ぜひなんかこう飲食京店さんが飲食部会みたいなのが、そうです ね, ねあるみたいな、京店さんはすごいやられますね、まとまって、はい、駅本さんもあんな風になって増えていくと、まあそうなんですね、皆さんお知り合いだっていうのは当然あると思うんですけど、ただ入れ替わりがね意外に、ああ、そうかそうか、もうそうですよね、10年っていうともう直井さんのとこ老舗ですもんね、もう。そうですね、駅本で言うと逆にうちより古いとこってどこになるんだろう、勝さんとか、あ、勝さんは商店街入ってないけど、山ちゃんはもう10年、山ちゃんの方が後ですね、後でしたっけ、あれうちは後だった、似たような感じですね、やっぱ10年ちょっとです、はい、ちょっと後だったけど、まあ確かにそうですよね、そう考えてずっと行くと入れ替わりがありますね、ですね、そうなんです、確かに、そう考えると僕よく10年やってたそうですよね本当だ、なんとかギリギリ持ってる感じです、いやいやいや、なかなか飲食で10年ってすごいハードルですよね、3年ぐらいでね、大体3年ぐらい、あのそれこそ直井さんとの前のあそこの寺町プラザの中もやっぱりお店さんね、少しずつ変わっていかれてますもんね、そうですね、あだからあそうか、雷神さんがうちよりも古い、あそうだ、雷神さんがありますもんね、雷神さんそうだし、意外に雷神さん勝さんってあるから、あそこはそうですね、雷神さんと勝さん、そうだそうか、
田さんも頑張らないといけないですね。目指せ30年、50年。一応20年目標にしてあと11年。もうでも60いくつになっちゃいますけど。いや、大丈夫ですよ。じゃあもうこれからですね、名古屋ちゃん、ぜひ、まあ、テイクアウトというか、家食をのお手伝いというか、そうですね、力を入れていくのは。だそのバランスをどうするかっていうところだけがポイントになってくるので、あその夜の店とそのテイクアウト、デリバリーの店の比重のバランスをどこにつけるかで、やり方が全部変わってくるので、今そこを今ちょっと模索してますけど。でも名古屋さんの店個室多いですから、そうす逆に僕らね安心なイメージはありますけど、そうなんす、逆に個室の方が安心ですもんね。だからそれがうちの強みだったんですよ ね, ですね。それでだから順調に回復してた。今予約のお客さんってみんなまず個室かどうかの確認から始まるんで、かといって2階を全部個室にまたするわけにもいかないですもんね。団体さんももしかしたら戻ってくる。あ、だ11全部建具の取り外しができるので。あ、そうかそうか、そうですね、全て大丈夫です。あ、だまあまあまあ、とりあえずいつ収束するかもあれです。実は GoTo 商店街も今緊急事態宣言でイベント系は中止なんですよ。あ、本当ですか。こういうオンラインとか、はい、あとその、まあ、ベロタクシーも大丈夫ですけど、まあ、デリバリーだったりとか、はい、今メニュー開発って曽田さんがやってらっしゃるんですけど、はい、新メニューか、そういうのしかやっちゃダメで、あのトゥクトゥク、今渡辺君走らしてる、はい、トゥクトゥクは一応あれは密になるので全開じゃないですか。一応ダメなんです。残念ですね。もう空気入れ替わりまくってるんですけど。そうですよね。一応事務局からトゥクトゥクはダメって言われて、であと天神市も今回交通商店街に入れてるんですけど、1月25日の一応まあ自粛でやめてくれっていうこと言われてて、やめてくれまで言われて、やめてくれじゃないですか、中止しなさいかな。いや、まあ一応そういう通達書が来るんですよ。こうやらないでくださいっていう、うん、でその やらないでいけないにこうかかる項目がダーッと書いてあるんですね。20項目、30項目ぐらい。もう細かくステージ上での演者のなんとかがダメとか、からサンプリングで物を配るのダメとか、飲食バーッと書いてあって、あ、全部当てはまるじゃんと思って。だから結構やっぱりね、これがいつ解除されるかで本当にあれですけど、だけど、まあ、やったところでそんなに多分集まらないですからね。まあそうですね、そうですね、着いた時に一気にやっていい。そうですね、まあ、春先に向かって暖かくなると多分収束はね、ある程度するんだと思うんですけどね、うん、まあ、ちょっと辛抱ですね、このしばらくは。そうですね、だからその3月、4月がどうなってるのかでもまた変わってきますね、飲食は。ですよね、うん、そうですよね。山としてはまたこの3月、4月って本当売上の山が本来は来るところですもんね。そうです、年間で2番目のですよね。そこがもう完全に潰れちゃうと本当に終わりですよね。まあ、それでテイクアウトなんですよね。なるほどなるほど。で、卒業祝いとかで家族でとか、うん、ああそうか、そうですね、入学祝いで家族で、そうですね、そういう需要が絶対あると。そうですよ、ね、でそこまでにどれだけ認知を広げられるかっていうのは一つキーかな。なるほど、ぜひそれは僕ら商店街の GoTo のいろんなシステムを応援させてもらえるように、こう、そうですね、あれですね、だからうちだけっていうよりも、まあ、話してて思ったのはやっぱりその商店会でなんかそれがクリームになってくるとより良くなるなとはですよね、思いましたね。なんか本当すごく最初ものすごいメディアさんにこう取材してもらったんですよ、この今回の GoTo は。今までにないぐらいメディアさん来られて、すごいですよね。だからこれ、まあ僕らどっちかというとそれをうまく活かしてもらえると、各店舗さんのこうつながりにつながれば一番いいのかなっていうのが本当はあったので、ただまあそこまで準備がうまくできてなかったんで、そこまでプラスにはなってないと思うんですけど、まあこれからもちょっと注目はね多少してもらえると思うんで、そうですね、なんかうまくお店屋さんにつながらせるといいなと思いますね。なんとか僕なりにはやれることは思います。本当はサイン酒場さんの中から中継がしたかったんですけど、ああ全然良かったですけど、いや、あの最近円屋さんとあのセッティング行くのがめんどくさいって。まあ確かに少しずつちょっと疲れが出てきました。今度あの、まあ、この期間中は絶対またやらせてもらいたいと思います。ビデオカメラみたいなのないですか。あ、いや、これはねそのまま持ってくるんですよ。あ、これはい、
で、なぜお店でやりたいかっていうと、お店でやると食べながらできるんで、あ、なるほど、食べながら飲みながらできるんで楽しいっていうのがあって、あ、それいいですよ、そうなんですよ、まったりしてていいかもしれない、はい、なんで、まあ、あの期間中にはぜひ一度お願いしたいなと思います、はい、三井酒場特集で、ね、ですね、もう メニュー紹介したいな、順番に出して、それで今後の展開とかも、それこそね、次の、うん、今後のメニューも決まっていれば全然撮影もできます、うんうん、そういうことだから、テイクアウトの方持ってきたら、ぜひね、ぜひぜひ、一応やりましょう、やりましょう、そう、うちだけでは各お店さんでやる、そうです、各お店さんね、したいんですよ、やっぱり、なんで、まあ、2月宣伝させてください、一応2月の14までできるんですよ、この授業、2月には結構短いですね、そうなんですよ、じゃあ10月からやってるんで、10月20日からもやってるんで、うん、結構いろんなことをやってきてらっしゃいますもんね、はい、なんかね、円屋さん の髪を切ってる映像を出したみたいな、だんだんとちょっといろいろ試してみようって言って、円屋さんの、円屋呉服店さんの、あの道路ギリギリにショーケースというか、ガラスのショーウィンドウがあるので、そこの中にあのカメラを置いて、5時間ぐらいですかね、ずっと外映しっぱなしとか、雪がバーって降ってくるんですよ、でそれをすごい高画質で、バーって映してるんですけど、あ、なんか今の市内の状況みたいなやつみたいな、ただ全く動かないんで、円屋さんの前の道が映ってるだけなんです、でも高画質なんで雪とか綺麗なんですよ、すごい、まあ、でもこれどうなるか、そうですね、何が面白いかわからないんで、円屋さんが髪を切ってたんです、一回、でずっとその髪を切ってるのをずっと映してるだけとかで、本当は曽田さんの厨房を上からずっと仕込み風景をずっと映して、何人見るかとかやってみるとか、本当はやりたいなって言って、いろいろやってみていいですか、そうそうそう、結構画像って皆さんね、面白いです、動画とか、本通りのノルマがいっぱい余ってるんですよね、いっぱいあります、本当はあの、ノルマ制に、はい、ノルマ制にしてたんですよ、3商店街で、はい、1商店街は最低6個は各商店街ごとのものって言ってたんですけど、まあ別に、まあ、ノルマはあれなんですけど、できるだけ今日と明日でじゃあ2つはクリア、2つはクリアです、もう今4つぐらいはクリアしておられます、一気に村上さんのところだと、村上さんのところにも入り込んでって、こんな旅館ですって、そうですね、まあ明日またその話して、またね、2月の頭ぐらいに、そうですね、1回この収録の形でやらせてもらって、次はライブでお店に行かせてもらうと一番、あ、これ2月14日過ぎても継続していく、あ、全然全然、機材があればできるので、あ、まあそうです、そんなにお金かかるもんね、そうなんですよ、ただまあ一応これレンタルで GoTo の予算で借りてるので、はい、その後ちょっと若干機材がしょぼくなりますけど、あ、なるほど、自前のもんとかで、はい、それだとまた全然できるんで、ぜひやらせてください、せっかく立ち上げたんですね、そうですね、継続していきたいなと思ってる、今の思いとね一致してますから、そうですよね、期間中にぜひぜひ、すいません、今日これで大体今日は40分、50分ぐらいの話を、あ、結構しゃべりました、ね、40分ぐらい、そんなにしゃべれないかと思います、ありがとうございます、いや、やっぱり心の底に秘めた思いがそこに火をつければね、そうなんですよ、いや、本当ありがとうございます、はい、なんかいいんですか、なんか直井さん、全然なんか、直井さん締めで、はい、いや、何か、出雲の宣伝も入れといて、はい、あの、出雲も、あとでテロップを入れますんで、はい、あの、うちのお店は両店とも全部個室で、あの、非常にお隣を気にせずご飲食していただけますので、ぜひご来店ください、お待ちしております、よろしくお願いします、ありがとうございます、ありがとうございます、それでは、また次回の駅本さんのは、村上さん、松江さんの村上さんにご出演をいただくということですので、また来週、あさってでしたっけ、明日じゃないですか、明日です、撮影は明日、明日でしたっけ、明日よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします、それでは、さようならをお二人でよろしくお願いいたしたいと思います、はい、ではありがとうございます、すいません、司会下手くそで